小学3年生ぐらいだったら自分の顔がすごく嫌いで、外科って心療外科だな、手術をすることによって僕の方が明るくなればいいかなっていう。で、私が性器をずっと言わなかった理由っていうのが、お母さんがかわいそうだなと思って。はい、どうも、さのちゃん、美男美女、なぜか子供がブス、よろしくお願いします。はい、お願いします。どうも、歌舞伎町 NO が経営してます、桜井ののかです。よろしくお願いします。リフトアップ賞レース1日3件以上 TA クリニック武田です。お願いします。よろしくお願いします。先生、お久しぶりです。どうぞ、お久しぶりです。お久しぶりです。今日一応タイトルがですね、ののかさんフォーカスしてまして、ありがとうございます。いわゆるその、いや本当に本当に今日ありがとうございます。本当にありがとうございます。いわゆる整形に結構お金をすごいかけてる。で、どのぐらいかけてるんでしたっけ。まあ2000万以上は。すげー。そんなんすよ。障害年収ぐらいですもんね。確かに確かに。全然渡してないんだけど。2000万ぐらいってそんなに言ってるんですか。2000万はいってます。じゃあもうそれがタイトルです、多分これの。整形 に2000万かけた桜井なのかどうのこうのみたいなタイトルになってるんですけど、もうプチ整形とか10万とか20万の類のものは除いてますね、はい、だいたいガツッと100万ぐらいかかったものだけで言うと2000万なんで、それちょこちょこしたらなんかプチ整形の類のものを入れると、うん、はい、多分はかなりいってると思います。ののかさん、自分のチャンネルめっちゃしゃべるじゃないですか。さっき自分のチャンネルやつ撮ったんですよ、見てくださいね。今多分同時配信してるんで、めっちゃしゃべるじゃないですか。それじゃあもっと高いんですか、本当は。もっと高い。ただもう切りないんで、まさかこういう風になんか整形がフォーカスされる時代になると思わなかったし、ちょっと隠したい昔だったら、うん、なんか1年前とか自分が整形についてこんなになんか語るとか人に言うとか暴露するって思ってなかったから、ずっと整形したって言われてもしてないしてないって言い続けてたのを、あ、もともとはそうだったんですか、うん、お金になるなと思って1年くらい前にやっと言い始めて、もう私これしかないだった。そんなことないですよ、魅力的ですから。顔も可愛くないし。可愛いじゃないですか。可愛いですよ、この今もう、はい、クリーニングで先生がクリーニングで行きましたから。先生が言ってくる。で、はい、可愛いですよ、はい、めっちゃ被っちゃった。で、一応ですね、僕素人意見でこの対マンで喋っててもあれなんで、一応その、まあ、プロの方の見解というか意見も欲しいっていうので、まあ、先生にも来ていただいてます。竹崎先生、よろしくお願いします。お願いします。先生の方のインスタ見てますけど、先生のところでも手術というかやってるんですよ。最近はもうもっぱらですよね。っていうつながりもありますから来ていただいたという。めちゃめちゃ腫れてるのをガツンって乗っけられて、あれ見てやめたくなってちゃった。ああ、なるほど。ごめんなさい。いや、逆にだからそれがいいんじゃないですか。リアルだから。のはだから、はい、もうちょっと休みを取ってから来ますっていう。あ、なるほど。なんか逆に嘘がなくて、本当のこう張り具合とかそういうのをしっかり乗っけてくれるっていうのは、なんかこうやりがいがあるなと思います。確かにそういう考え方もあるというか、そっちの方がいいですよね。はい、そんなはずじゃなかったって言われて。じゃあ、ありがとうございます。大事なことですから。いや、の方がいいと思いますけどね。その方がなんか全部全てがなんか治るとか綺麗になるみたいな、なんか歯磨き粉の CM じゃないですけど、全部ピカンって聞きゃ絶対嘘じゃないですか。はい、例えた？ということで、今日はですね、そんなにもう時間も、前回も同じような座組の動画やってましたから、もう今日は本当にののさんだけフォーカスしてまして、質問をいくつか用意しまして、で、僕のなりに考えた質問と、あとやっぱりネットでググって、これ絶対今から整形を考えてる方とかが聞きたいだろうなとか、で、なんか勘違いしてるのを勘違いを晴らしたいとか、あとはいい話だけじゃなくてもいいんで、さっき の, その晴れの部分とかいろいろあるじゃないですかとか、前回のちょっと動画で言ったんですけど、とは言っても一昔前の世代の、だからお母さんとお父さんの世代の人からしたら、娘とか息子が整形したいって反対する人がもしかしたら中には、まあ、今小学校でも先生、東海先生なんかはこの間やりましたよとかおっしゃってましたけど、はい、親御さんたちにもちょっと見ていただいて理解をしていただきたいんですよ。もう頭ごなしにダメっていう人ってちょっといそうじゃないですか。なんでそういう全体的に、はい、ボソッと喋るんだよとかって言ってうんうんっていや、マイクあると思ってた。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、拾ってますから大丈夫です。質問いいですか、はい、早速先生、なんか僕間違ってることあったら言ってもらえれば。いや、いい感じの二人になってた。先生のところで言いました。今日はいいんですか。僕もともと二人じゃないですか。あ、見ました、それはちゃんとリサーチ済みでして。おかげさまで、ね、おかげさまで。こいつ整形した方がいいですよね。どこで整形した方がいいですか。ほんと整形した方がいいよ。いいだろ、大丈夫じゃない。どこですかね。ありますよ。全部か多そうな。もう、じゃあね、どうしようもできないってことでしょ。多そうだよ、無理でしょ。そんなに
すごいハマったんだけど。確かに。本当ハマったんだけど。先生全然ハマってないです。先生笑わないです。ザミオジさん笑わないですから。ずっと本当に。まずですね、整形しようと思ったきっかけみたいな、1年前ぐらいから言うようになったんですけど、もともと僕がもう知ってる時にはもうそんななんかもう変わってないっていうか、正直わかんない、はたから見てもどこがどうなったかわかんないじゃないですか。けど、思ったきっかけって何ですか。でもずっとやりたいなと思ってて、もう小学3年生ぐらいの時から自分の顔がすごく嫌いで、小3から、うん、そういうお客さん多いんですか昔から。なかなか珍しいんだ。なんか私はもう本当に家出て一人暮らしたら絶対やるって決めてる。そうですね、18とかでやっぱ我慢できなくて鼻の穴ちっちゃくして、それでなんか友達の家に一泊泊まるって言って嘘ついて、でも次の日は腫れてるんですよ。うわー、何それ。それで親にバレちゃって、ね、そっからでなんか、まあごちゃごちゃごちゃとか、なんかもううるさいなと思って、はい、それでも出てっちゃって、はい、へー、なんか出てた要因の一個で、あ、整形きっかけで、そうそう、今はもう認めてもらったというか、もうやらないでねって言われてるんですけど、まあでもまた やっちゃうみたいな。まああんまり理解はじゃないんですね、そこに関しては。やっぱ、親御さんは絶対昭和ですよ。親が平成だったらびっくりしますよ。今隠してましたけど。ですよね。それがきっかけなんですか。もうどん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 いきますね。あの、整形しようと覚悟を決めた瞬間、ずっと思ってましたもんね。ずっと思ってました。一番最初なんで、何だったんですか。鼻の穴を小さくするし。あ、そういうのがあるんですか。はい。美容縮小。そうですね。ちっちゃくなるんですか。なりません。俺もやりたい。すごい。僕もやりたいです。え、もう全然大丈夫。そういう日にやめてもらっていいですか。俺のチャンネルに来てまで。その感じ。じゃあ、整形して周りからの見られ方って変わりました。あの、今はもちろんののかさんとして僕らも認識してますけど、じゃなくて有名になる前というか、一般女性として整形した時の周りの見え方。見え方でも何ていうの、周りの人たちは全然大丈夫。その自分の同世代の人とかは大丈夫なんですけど、はいはい、やっぱ親世代がやっぱうるさくて、はい、私が整形をずっと言わなかった理由っていうのが、お母さんがかわいそうだなと思って。あ、ご近所様でとかっていうんですか。私はなんか結構お金のためだったりとか、なんか自分の知名度を上げるためだったら多分何でもするんですよ。だから別に裸で区役所通り歩いて話題になるんだったらっていうぐらいの意気込みはあるんですよ。いや、マドンナはだってそうですよね、昔。いや、そうですね、あの、すっぱだかでヒッチハイクしててっていう映像、有名な映像ありますもんね。マドンナはそうですよ。あ、そうなんですね。同じ発想だからびっくりしてる。なんか全然なんか普通にお客さんに区役所通り裸で歩けよって言って。マジっすか。全然笑えないですよ。全然笑えないですよ。全然笑えないですよ。ちょっとなんかこう脱ごうだから、もういい、大丈夫大丈夫みたいな。あ、でもすごいね、何でもするね、お金のためだったみたいな。すごい。で、それで、でも整形は整形したかったんですかね、もともと。あ、もうずっとしてって、で、やっぱその、整形してるでしょって周りに言われた時、してるって言った方が面白いんだろうなとか、なんかお客さん増えるんだろうなと思ってたんですけど、ただ親がかわいそうだなと思って、私がそれ公言して、私が有名になって整形をしてるって公言すると、親の人、周りの人たちが、なんか整形したねってなると、お母さんがなんか、ブサイクルになってごめんねみたいな気持ちになったら、そう、なるほど、なるほど。で、友達周りはいいね、私もやりたいみたいな。まあそうですね、私の世代はもうそうですね、平成とかはなんかね。あ、そうですね。先生とのお付き合いはいつからなんですか、その整形でも。僕ね、小悪魔かなんか撮影の時に一緒にさせていただいて、はい、でその時にぜひリフトアップっていう話をされたんですけど、はい、その後ちょっと骨を切るって言ってたんで、はいはい、骨切ったらたるみをって話をして、でたるんでからやりましょうかみたいな話をちょっとして、それからなんですね。がもう一番最初のお付き合い。私のそのモデル友達が先生のとこで5人以上はなんかスタッフしてて、でずっと聞いてて、あ、TA であった、TA であった、で、インスタでも見るし、実際に話も聞くし、で、先生が撮影場所に来た時に、私からアプローチしましたもんね。で、私、シャイなんで、先生に直接連絡先聞けなかったんですけど。でも、シャイじゃないですよ。じゃあ、本当にシャイ。多分シャイじゃないですよ。でも、本当にシャイで。あ、本当ですか。じゃあ、お付き合い結構長いんですね。その後だからもう長期的な大きな手術されたんで、どこを先生のところで、僕だと二重とリフトアップ、まあ細かいのをいくつかやってるじゃないですか。リフトアップされたいって言ってたんで、はい、まあ、リフトアップと、あとは昔陣中もやられたって言ったんですけど、もうちょっと短くいけるかなと思って、陣中と、あと鼻の太さが陣中ってこれですね、なんか短くしたい。ああ、俺それやりたい。はい、それやります。やりましょうか。はい、はい、鼻の穴のちっちゃくしたいですよ。鼻のこの横幅もちっちゃくしたいって。それもできるんですか。あ、そうですね。私やります。あ、
いいな、俺もやりたいじゃん。何でもやりたいです。触って 1% でも良くなるんだったらやりたいんですよ。ボルトみたいな考え方なんですよ。0.1 秒でも速くなる。なんなんですか、そのマネージャーさんの。なんなんですか、今のその感じ。0.1 秒でも短くなるんだったらやりたいんですよ。良くなるんだったらっていう考えなんで、全部入れたいですよね。あ、わかりますわかります。わかりますね。周りから見られたらもういいじゃんって言われるじゃないですか。でも自分の中ではもう変になってるよってちょっとたまに加工してるだけなんですけど、みんな実際見るとああ良くなったって言われる。あ、そうですね。やっぱカメラの加工が、確かに加工やめればいいじゃん。じゃあなんでそのままいかない。でもちょっと自分でやっぱ先生にこういう顔がいたいですよ。手術した後ね、加工したのなんかインスタグラムに載っけてて、ちんちゃんこのぐらいになってたんですよ。さっき見た患者さんがそこまでやられたら困るんですよって言われて、あれはここなんで。いや、だって気をつけてくださいよ。だから完成してるんですから、そのまま載せればいいじゃないですか。だって僕らは正直スノーを使ったり、やれビューティーブラ使ったりしますけど、はい、そのままでいいんじゃないですか。もう完成してるんですから。今完成されてるのをアプリになると、より完成されてるのが短くなってちゃうんで、はい、そういうことですね。そうです。だから僕アプリになると目がこんな程度なんです。先生の唇がピンクになるっていうインスタグラムで僕らは、はい、そういうのありましたよ。で、マネージャー直せって言ったら、真っ黒い棒で直してたって言って、先生これ多分知らないです。言ってないんで、僕。さすがに言えなかったんで。あったんですけど。あ、何だそれ忘れちゃった。で、先生のところを選んだ理由は何なんですか？やっぱもう TA といえば、なんかリフトアップっていうのを。それでも、とにかくリフトアップがやりたくて、で、その骨の手術をした時に、笑ったら歯が出なくなって、で、その時にリフトアップですごくいろんな、なんかその、Google 先生に聞いてリフトアップ、リフトアップって言ってて、リフトアップするならやっぱ TA クリニック。結構整形してる人たちだったら、もうリフトアップといえばってぐらい。TA といえばリフトアップだし、リフトアップといえば TA だしみたいな。へぇ、私がそうってことは、でも全員ほぼほぼそうだと思う。8割です。発言力あるんで、本当気をつけてください。本当にみんなそうなりますからね。あ、そうですよね。でもこれちょっともう5人になっちゃいますね、1日に。飲みに行けないじゃないですか、忙しくなっちゃう。忙しくなっちゃう。リストアップと、あ、その人中も先生とかやったんですか？そう、で、それ、もともと人中やろうと思ってなかったんですけど、先生が、あ、それやった方がいいんじゃないって言って、じゃあやろうかなって言ったら、本当に評判が良くなって、やっぱすごいな、お医者様ってすごいな、有名なお医者様って、やっぱり、もう何すればいいか、顔見て多分分かるから、ね、そうか、そうか、そうか、そういう感覚じゃないですかね、一般人は。僕もだって、2人、一発目が評判良かったですから、これ、本当に評判良かったんで。私もでも、会った時もその2人だった。どうしたっけ？そうですね、そうですね。それでラファエルさんすごいかっこよかったですって言ったら、僕がやったんです。もう名前使ってんじゃないですか。いや、まあ、ありがとうございます。いろいろやってます。この間もヒアルロン酸を入れていただいて、ゴルゴ線っていうところとほうれい線ですか、はい、あとここの頬に打ってリフトアップ効果みたいなのちょっとやってもらって、うん、脇打ってもらったりとか、あと脱毛も全身僕先生とか今やってます。ちょっとまだ他にもいろいろ質問あるんですけど、そのリフトアップリフトアップって話なんで、リフトアップでの逆に先生側に聞きたいんですけど、こだわりとかあるんですか？うちのリフトアップって、はい、隊員さんに比べると若干腫れが出やすいんですよね。なんでかっていうと、はい、基本的にうち以外のクリニックでも髪の毛の中とかこめかみから引き上げるような感じで思うんですよ。そうすると腫れるのってこの辺が腫れるので、はい、あんまり見た目で腫れがわからないんですよね。ただ糸が入るのってだってここからここまでなんで、はい、ギュッとこう引っ張るじゃないですか、はい、でもこの糸の先端がずれた瞬間すぐ戻るんですよ。腫れは少なくてもすぐ戻っちゃうんで、はい、直後鏡見た時は喜ぶんですけど、1ヶ月後にはあれみたいな。あ、そういうもんなんですね。で、僕らはやっぱりその顎の下から入れていく。ここですね、僕は、うん、ここから。確かに麻酔入れたりとかすると直後こうむくむので、直後の感動っていうのは若干薄いんですけど、うん、でも絶対女性が気になるのってここじゃないですか。そうですね。ここをしっかりこの下に糸が入っていれば絶対支えてくれるんですよね。だから絶対下から入れなければ僕はダメだよっていう。病院ごとでやり方が違うのがあるのが僕初めてです。確かに。そもそもリフトアップってこういうここから入れるもんだけじゃないんですね。だから、あの日本人って昔こう切ってたんです、トータルフェイスリフトって。ご存知のじゃないんですよ。知らないです。私はこうよく切ってたんです、毎日。そうなんだ。
でもここ切っても結局ここからここの距離って遠いので、いくら引っ張ってもね、ここの垂れ目って残っちゃうので、はい、だから糸も一緒で上から引っ張ってもここは上がるんだけどこっちは下がるんだよね。だから僕らはここからギュッと上げてしっかり固定しましょうっていう確かに、まあ、1ヶ月後の仕上がりは全然変わってくる。そういうもんなんですか。陣地はやっぱりその傷跡をこの鼻の下に持ってこないようにできるだけ中に入れていくっていうのが、全然知らなかった。雑談です今のは。でも雑談でも参考になるですね。それ言われると説得力あるので、もちろん先生ですから最初に聞いた方がいいですね、そういうのって。確かに、もう寝て起きて終わっちゃってるんで。確かに、寝る派ですか。僕は寝ないでやったんですよ。私寝てやっちゃいました。寝た方がやっぱいいんですか。僕なんかまあ寝ないが浅くて途中で痛かった。すいませんでした。かわいい。ということで、ちょっとじゃあ質問戻りますね。整形してから自分のプラスになったことみたいなのは、まあさっきの話つながりますよね。お金につながると売り上げに、もともとはやりたかったコンプレックスだったんですけど、仕事につながったってことでいいんですかね。いや、本当にでも、まあ、モテるっていうね。モテるようになったと思います。そうですよね。そうなりますよね。ラファエルさんちょっと多分わかると思うんですが、私ちょっとなんか日によってとか時間によって、はい、結構喋ったり喋んなかったりって、確かに。差が激しいと思うんですけど、はい、それって、私ってもともと引っ込み思案というか、根本が。そういうふうに思わなかったです。はい、整形してからどんどん、こう、前向きに喋れる時間が多くなるんですよ。やっぱり自信がつくんで。なるほど。だからその周りからすると、あ、前の2個前の顔が良かったとか、容姿的には可愛くなってるかなってないかっていう、その個人のまた趣味とかはあると思うんですけど、やっぱりその私は整形をやっぱ自分にこういくらかけて、多分人がブランド物の時計とかバッグを持つのと一緒で、やっぱ自信を持って街中歩けたりとか喋ったりできるのってやっぱ私は整形だったのかなっていうのは。それいい話じゃないですか。人生変わりますよ。なんなんですか。なんなんすか。すごい盛り出されためっちゃいい話するじゃないですか。うわ、いい話、絶対いい動画になるこれ。うわー、そう、だから、そうか、急に喋れない時もあるっていうのは、もともとがそうだったかなってことなんですね。そういうことだ。全然喋ってないさっき、ナオコさんも。だからいつも、なんかそのマネージャーに、こっちに向けてって自分の顔見ながらの方が、テンション上がるんだ。自分では、やっぱりどんどん良くなってると思うし、可愛くなってると思うので、こっち向けてくださいって、お願いします。いい話ですよね。それそうですね。僕もホームページはよく書いてるんですけど、美容医科って診療外科だなと。診療内科って精神科あるじゃないですか。で、診療内科は心の病を治すんですけど、美容医科って診療外科なんで、まあ、手術をすることによって患者様が明るくなればいいかなっていう。いい話。そんなクリーンになってたわけですよ。いつまでもクリーンになってたわけですよ。うわー、そうなんですね。それめっちゃいい話ですね。それ聞いたら、僕が親で、まあ、娘とかがいたら、それ全然いいよってなっちゃうんですね。今、多分 30% ぐらい OK みたいな。うん。と思います。じゃあ次行きます。次なんですけど、ちょっとお二人に聞きたいんですが、整形でおすすめの箇所っていうのあったりするんですか。まあ、人を見て、あなたはこれだよって何ですかね。何もやってない方で、ここって万人で整形した方がいいよみたいなことあったりするんですか。やっぱりまあ、最初は目からじゃないですかね。それやっぱ日本人、人が多いというか、醤油が動いたらどうですか。目が大きくなるだけでイメージって大きく変わるんで、あ、そうですか。そこが入り口になってくるみたいな。もともと二重でも整形ってあるんですか。奥二重の方多いですけど、はい、もっとバッチリしたりとか、目頭切って平行型にしたりとか。あ、そういうのもあるんですね。いろんなのがありますから、まあ、最初は目からって方が多いですけど、最近はうち鼻の患者さんも強い。この辺のこう大きさを変えたりとか、よく上げたりとかっていう方もありますけど、まあ、目ですね。正面から見たときに、この鼻の穴が見える人っているじゃないですか。見えるというか、まあ、別に変な意味じゃなくて、はい、それ下にこうできるんでしたよね。ここを下げることもできるし、こっちを上げて目立たなくすることもできる。個人に合わせて。次なんですけど、これちょっとかぶっちゃうかもしれないですけど、明らかに変わったなっていう、自分がなんか希望する成果を得るのはどんな手術メニューが、まあ一般的に気軽に窓口として入りやすいのはさっき目ってことだったんですけど、変わるのは。手術メニューとして一番多いのって何なんですか。リフトになるんですか。うちはリフトアップが多いですよ。リフト。抵抗なく普通に全然大きくない手術言うと、リフトとか目とかですか。僕がやった。なんて言うんですか、僕がやったやつ。なんかやり方は。埋没。埋没。はい。埋没。はい。
何で言ってますか。なんかめっちゃ綺麗だなって。すみません、ね、ミトロちゃん。あ、そうです。酒井の方が綺麗だよ。なるほど、なるほど。まあじゃあそれか。目とリフトアップと。まあそれが一番王道ですか。そうですね。で、やっぱり女性っていつまでも若くいたいじゃないですか。はい、だから綺麗になるために二重になったりとか、お肌が高くなったりとか、はい、目頭切ったりとか。はい、でも必ず30代がやってきて、35歳、40になると、はい、今度常に若くいないといけなくなってくるので、いつまでもやっぱりリフトアップは重要なんですよね。最初は小顔になりたくてリフトアップするし、30代過ぎたら常にアンチエイジングとして若さを保つためにリフトアップしていかなきゃいけないので、今1回で済むかもしれないですけど、若さを常に保つためには、そうか、これも一緒じゃないですもんね、1回やったら。そうです、そうです、ちなみに1回だけですか、やったら。まだ1回です。あ、じゃあまあいつかの大学です。どんぐらいの頻度か。1年に1回ずつぐらいメンテナンスをされるのがいいです。じゃあもうまた次行かないといいか。もう1年ぐらいですね、先生お付き合いして僕らの。次も大根。じゃあこれちょっと、まあいい話ばっかり続いたんであれですけど、はい、もう後半です。手術に伴うリスクなんか、これも箇所によって違うんですかね。なんかもしあれば、毎回書きますもんね、あれ一応絶対ないようなこと。それこそ抜歯するあれだけでも書くじゃないですか、親知らずのだけでも。実際まあ腫れは絶対出ますから、腫れないで綺麗になるってことはないので。それこそさっきも言ったんですけど、腫れないで綺麗になるってことは一瞬だけは綺麗になりますけど、ちょっとすぐ戻ります。だって糸1本しか入れなければ腫れないですけど、直後は感動しますけど戻ります。だけど最初腫れるってことは最後必ず綺麗に取り付くので、腫れは我慢してくださいとか言いますよ。ただ陣中とか切るとやっぱりお鼻の穴が大きくなって、最初はね、ちょっと先生に見落ちました。これちっちゃくなるんですか。やっぱりお鼻の穴が一時的に大きくなるんですよね。もう口が閉じにくいとか。でもそういうのもやっぱりちょっと1ヶ月は我慢していただかないと。まあ相手ならそういったリスクというか。うん、ずっと整形、まあ整形してダウンタイムで整形。ルミさん今いくつって言ってるんですか。言ってないの。ああ、なんだろう、じゃあ聞けないな。でも本当に毎回毎回、前回最新でやった手術っていうのは先生のところだったんですけど、はい、それでも毎回やっぱ病院とかに問い合わせて、これ戻るのかなとか大丈夫なのかなって言って、本来エキスパートの私が毎回腫れるたびにこれ戻るの戻るのって。メンヘラってことじゃないですよ、別に。どうなんだろう。でも多くないですか、患者さん。多いそうですよね。先生に言われたんです、はい、1ヶ月で戻るからねって言われても絶対1週間後で連絡戻るんですか、あと3週間で戻るんですか。なるほどなるほど、そういうことか。最初に言われてるのに何か不安になってる。何なんですかね。僕1回もなかったですけどね、ずーっとそのままで終わって。それで大きい、ちょっと大きめのなんかすげえ腫れが。そっかそっかそっか、ちょっと違うですもんね、僕と。そっか、メス入ってないですもんね、僕は。いわゆる、なるほど。じゃあ、あとは、その痛みみたいなので言うと、何かありますか。さっき途中で起きちゃったから、ちょっと痛かったとか。一応、まあ、腫れるのはもう分かったんですけど、僕は気にならなかったですけどね、痛みとかは。痛みの具合って患者さんによって全然違いますから、ね、全然痛がらない方もいらっしゃいますし、痛くないようにしようと思ったら、やっぱり寝るのが一番いいんですけど、でも、眠りが深くなるって、やっぱりリスクを伴うので。いびきか。そうですね。呼吸が止まっちゃいますから。あ、そうなんですか。だから、ある程度深く眠りだずに、すぐ戻ってくるような状態にしないといけない。なるほどなるほど。まあでも誰切ったり縫ったりってわけですから、それは麻酔取って次の日とかは腫れてるし、痛かったりはそれするでしょうね。痛み止めがそのためにありますから。確かに鼻はやっぱ痛かったです。やっぱ痛くて大きく起きたんですけど、もう思い出せって言ったらどんな痛みだったかって思い出せないぐらいになるんです。これもちょっとつながるんですけど、一番多いその目とリフトアップでいうと、そのダウンタイムというか、そういう腫れの期間ってさっきちょっと具体的に聞けなかったんで、はい、どのぐらいなんですか。多分一番問い合わせであると思うんですよ。実際どうでしたリフトアップは。でも1ヶ月すれば全然、もう逆にほんと体重とか変わってないし、むしろちょっと太ったかなって思ったんですけど、だからみんなに痩せたって言われるとむしろとして、でも1ヶ月見てもらえれば、家の人みたいな。マジで見てる人です、マシモです。マッチョ、俺も思いましたもん。マシモじゃない、こいつマシモだな。マシモじゃないでしょ、はい。いやだってあれですもん、先ほどの話でも親にバレたくないとかどうのこうのっていうから、やっぱりその期間聞いとかないと。確かにそうですね。できないでしょ、なんか旅行で1週間とか2週間っていう程度行ったりとかできるってことですよね。だから本当になんかそのやって終わった直後にこう鏡を見せて、わーすごいっていうようなところにフォーカスを当ててるような隊員さんですが、あるんですけど、それって絶対ありえないんですよね。やっぱりちゃんとやろうと思ったら。なるほど、それ騙されかけた俺。そういう動画作れないので、まあ1ヶ月経って本当に良かったって
ていうアンケートとか、1ヶ月後のビフォーアフターは載せられるんですけど、直後はやっぱり、まあ、多少晴れます、ね、そうだ、だって俺も一番最初先生とかやった時に2人終わって完璧なところで、あのサムネイル作りますねみたいなこと言ってたら、いや、経過全部載せてくれって言われて、晴れてるところに載せましたもんね、僕サムネイルは全部4つ。あ、確かに載せましたね。そうなんだ。でも騙されかけた、どこどこで私やった時に全然その日から帰ってもらえる、めっちゃごめんなさい。すぐ行きます。はいはい、先生も終わりにしましょう。今日はありがとうございました。ありがとうございました。やっぱりこの終わり方。